お盆レースファイナル優勝戦スタートしました。1号艇トップタイミングピタッと決めて1番2番4番1号艇池田浩二トップタイミングからまずはコーナーシャットアウト2号艇浮気をついた4号艇ズコンと4号艇吉田雄平バックへ入った飲酒道券握りました。1号艇の池田浩二快勝ファイナルカード優勝戦は池田浩二吉田雄平に池田雄介定規を形成しています。調整は途中からやや違和感もシリーズ圧倒した魅惑のテクニックハンドル予選道中はタッチで残してシリーズ V へとハイタッチの池田浩二さすがの V 完結であります。今最終コーナー回って最後の直線の池田浩二から吉田雄平池田雄介への1番4番3番まもなくゴール先頭1番の池田浩二優勝のゴールイン。今日の優勝戦は、はい、優勝するにはどんなところがポイントだと考えてましたか？昨日までのプロペラじゃダメだなっていうのは分かりました。はい、じゃあ今日はプロペラは叩き替えたんですか？はい、朝から、はい、叩きました。またねこの優勝戦池田選手の他にも結構いい船足の選手いたと思うんですけれども、はい、もうそうですね2番3番にはもう特区まではもう全然歯が立たなかったですね、はい、じゃあ結構プレッシャーにはなってました？いやもうまくられるんだろうなと思ってましたよ。そうだったんですか、はい、これで今年は4回目の優勝になったんですけれども、はい、4回のうち3回がここガマゴーリです。はい、もっと呼んでもらいたいですね。そうですね次丸組走りますんでご声援ほどよろしくお願いします。